いただきましょう。神戸キャバリ隊。4人中の2位、もっと言うと3分の2かもしれない。どう真ん中なんかしっかりと取ってきました。いいね、うちのさすが兄弟だね、宗盛の。あいつもね、7人で順位をやると大体4位。そう、
こんな身内話してもいいですか。いいですかね。クリスマスぐらい息子自慢をさせてみて。自分でもね、真ん中ですからね。違いますよ。今日は、全国部署サミットということで、はい、久しぶりでも、そうです、この部署サミット自体が3年ぶりの開催。サミット3年ぶり。でもここよく来てるんですよね。そうですよね。前あの肌色、肌色ってなんだよ。肌色じゃないですよ。肌色。びっくりした。あの青井さんとね。夏に来て、暑い時に来て。そうそう。今年も、まあ、この寒い時にも毎年来てるようななんかイメージがあるんだけども。確かに。そんなに来てない。いや違うのかな。ちょっと待って。わしら初めて見たいって。初めて見ます。あ、おる。じゃ。じゃあちょっと今ちょっと簡単にうちの説明をして、あ、はい、あの私は神戸清盛隊と言います。はい、神戸清盛隊です。あの祇園というですね、あの謎の人物に呼び起こされた平家の衆でございまして、東洋清盛を筆頭に重盛、宗盛、友盛、鷲重平、厚盛、祇園という、7人で、活動しております。はい、まあ、神戸からね、あの世界を元気にということで、活動しております。よろしくお願いいたします。今日はそんな方、清盛と重平できました。はい、みんなにクリスマスと楽しい時間を届けようとやってきたサンタさんだよ。うだよ。全然打ち合わせできないことやめてもらっていいですか。サンタさんだよのフォローができないです。いいですね。まあ、本当はあの私あのハグパグっていうクリスマスソングを歌わせていただいたんですけども、はい、本当はね、あのすっごい暗い中出てくるイメージだったんですよ。あの時間がね、まさかの3時ぐらいだったっていう。めっちゃ昼下がりやん。なんびっくりしたわ。でもまあ昼下がりでもイブはイブですから、そうです、ね、せっかくこういう、同じ ところでね、同じ時間をこのクリスマスイブ過ごせるので、一緒に楽しい時間を過ごせれば嬉しいと思います。はい、最後までよろしくお願いいたします。お願いいたします。というわけで、明日私あの10周年を迎えまして、今年はなんかね、もう年末ですよ。なんかこの時期になるといろいろ振り返りますが、今年 C5 と、家康殿もそうだし、あと名古屋の清正さんもゲストに出てもらって、わしら10周年記念の舞台を、ジュテールという舞台をさせていただいて、6月はナンバー8というところで大きい総決算のライブをして、10周年イヤーというのを締めくくって、今11周年目を迎えております。まあ、ちょっと ゆっくりとやんわりと今活動しておりまして、今日ちょっと2人だけで寂しいので、はい、みんな盛り上げてね、お願いしますね。はい、そうか、手袋してるからこのポス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 ってなるんだ。このね、この毛糸の穴からポス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 。ちょっといつもよりこうやっていきましょうか。じゃあね、ポスポスをたくさん聞かせてください。まあ、またあの7人でここにも帰ってきたいと思ってます。そこまで絶対にわしらは家を守らなきゃならという思いもありますと、はい、2人で舐められたら嫌なので、2人でも皆さんを満足させるような演舞を作りましたので、今からそれを披露してもよろしいでしょうか。ありがとうございます。緊張してるね。あ、力やね。そうですね。あの音でいこうかなと思ってます。では、ラスト茂平の演舞ご覧くださりませ。